ユーリお姉ちゃま。自分の好きなものを、自分の好きな道も。はい。ユウくんはお姉ちゃまにはもう言ったと思うのですが、アンリ師匠のような料理人になりたいのです。それも西洋料理や西洋デザートの。でもお父様は、ユウくんは将来日本料理の板前になるのだと。全然違います。ユウくんは板前さんって呼ばれたくないです。シェフって呼ばれたいんです。お父様は総道学園を辞めて大阪にある料理人専門の学校へ転校させるつもりなのです。ユウくんはせっかくアンリ師匠やユーリお姉ちゃまたちと出会えたのに、やめたくありません。なのに滝村までユウくんを大阪に。滝村はユウくんが小さい頃からずっと世話をしてくれているのです。なんでも滝村のお父様がユウくんのお父様のことを助けたとかで、それ以来ユウくんの家で書生というものをしてくれているのです。お父様は築地と赤坂と六本木と道頓堀と中洲とすすきのと、あとニューヨークとパリとロンドンと上海に支店を持つ日本料理屋さんです。同じ名前です。園田って。本当は分かっているのです。ユウくんには料理を作る才能も何もかもがないってこと。小さい頃はお父様に喜んでいただきたくて、ユウくんいろんなものを作りました。でもその度にお父様はため息ばかり。滝村だけがユウくんの作ったものを
おいしいおいしいって全部食べてくれたのです。きっといつかお父様の喜ぶ顔が見られるよって、そうゆうくんのことを元気づけてくれていたのです。いつかその日が来る、ゆうくんもそう思って、和食以外の料理ならそう思ってみたりしたのですが、ゆうくんは頑張ってきたのに、アンリッシュにまで見放されて、滝村にも裏切られて、ゆうくんはゆりお姉ちゃま、ゆうくんはどうすればよかったのですか。若、お探し申し上げました。滝村。父上が心配しておられます。さあお屋敷へ戻りましょう。でも今日はこの滝村がお叱りを受けます。ですからこのままお屋敷の方へ。どうか滝村一生のお願いです。うん、わかった。では失礼いたします。さあ若。うん、おやすみなさいユリお姉ちゃま。あのお姉ちゃまがいてくれて本当によかったです。ゆうちゃんってば。うん、そうなんだよね。僕も朝起きてびっくりしたんだ。もういつまでも寝てないで、ほら学園行くよ。ダメ、そんなことしたら僕パパに電話しちゃうよ。お小遣い減らされたくないでしょ。ただでさえゆうちゃんのお小遣い僕よりずっと低くなってるのに。自業自得って言葉知ってる？ほら早く準備して遅刻しちゃうよ。おはようございますです。あのアンリ師匠を見ませんでしたか。そうですか。あ、そう言われてみたらそうですね。ゆうくん、気がつきませんでした。早速、アンリ師匠のもとにお邪魔してくるです。さようなら、ゆうりお姉ちゃま。Thank you.
ゆうちゃん。うん、なんかね、ちょっと怖そうな人が校門でゆうちゃんのことを呼んでるみたいなんだけど、何しでかしたの？和服姿で、年は…うん、あ、なんだ、知ってる人なの？わざわざお呼び立ていたしまして誠に申し訳ありません。単刀直入に申し上げます。これ以上和歌に関わるのはおやめいただきたい。和歌は未来の園田を背負って立つ大切な身なのでございます。ですからあなた様と関わり合いを持つことがマイナスに作用する場合もあるということをどうかご理解いただきたい。和歌にはこの滝村がついております。ですからどうか和歌のことはこのまま放っておいてはいただけませんか。良き友人として和歌のことをどうか。
ですね。私はここで失礼いたしますわ。ではごきげんよう、ゆうりちゃん。ここは自治会ですね。訪問からだと帰りの足なら 2,3 分ってとこかしら。そろそろかな。お疲れさん。でどうすればいいの？何か仕事でもある？何よ。あらら、そうだったの。じゃあ一緒に行くしかないんじゃない？あたしだけ行ってきてもいいけど、あんたさっさと帰ればいいじゃない。ねえ、そうしなさいよ。すまない、帰り。悪いな、ちょっと飯には行けなくなっちまった。トラブル発生ってやつさ。その代わり、お前はもう帰ってもいいぞ。ちょうどユーリも来てるのか。だったら一人で帰るわけじゃないから、寂しくないな。なんかないわよ。せっかく先輩たちとご飯が食べられるチャンスだったのに。何が？別にそういうわけじゃないけど。別にいいわよ、踊ってくれなくたって。その顔じゃ、あんたも同じ夢を見たみたいね。うん、もう少しで本当の願いが見えるとかなんとか。ってことは、もうしばらく我慢すれば勝手に治るってこと？ちょっともったいないような気も。じゃあ私は何の努力もいらないわね。普段からきちんとした生き方してるんだから。何よ、何と思ってんのよ。分かってるわよ。そっか、なんだ、時間が経てば結構あっけなく元に戻るんだ。焦って損したな。あとしばらく楽しんじゃおなんてね。Thank you.
ごきげんよう、ゆうりちゃん。ごきげんよう、かえりちゃん。よう、ゆうり。今日も遅刻しなかったな。えらいえらい。そりゃそうだよ。僕が毎朝起こしてるんだから。まあ、カエリちゃんがユーリちゃんの目覚まし時計なのですね。んなことだろうと思ったよ。はいはい。羨ましいですわ。何が？私もユーリちゃんのお目を覚ます、そんなお役目を果たしてみたいものです。変わってんな、イクミさんって。お、うん。そうですか。だってな、ユーリの友達やってんとめんどくさいこと多くねえか。カエリと違って素直じゃねえし、自分から動くの嫌いだし。まあ、今の言葉は撤回してください。え？ユーリちゃんは素敵な方ですわ。それに私のようなものにもいつも優しく接してくださっています。私のように何もできない半端者にさ。ほら行くぜ、帰り。うん。ちゃん、ねえ聞いてよ。さっきすごかったんだよ。文化祭の前売り券をね、学園の門の前で発売したんだって。そしたら女の子たちが殺到してね、ものの5分で完売状態だったんだ。違うよ、文化祭でロウ先輩とサトル先輩とツーショットで写真が撮れるイベントがあるんだってさ。それの前売り券、去年は王道になりそうなくらい大人気だったんだって。だから今年はあらかじめ前売り券を販売しておくんだってさ。1枚1500円らしいよ。すごいよね。僕嬉しくなっちゃう。あんなにすごい先輩たちに毎日囲まれていられるんだなって。ゆうちゃんも入ればいいのに。自治会、そう、意外と向いてると思うんだけどな。ゆうちゃんってうちで何のかんのって文句を言う割に頼んだ仕事はちゃんとするじゃない。それに元気だし、持ち前のその強さがあれば、予算折衝の時とかゆうちゃんがズバズバ切ってくれそうじゃ。うん、毎年部活やクラブにそれぞれ部費っていうか
予算が割り当てられるんだけどね。例えば活躍した部活には多く、活躍してない部活には少なくって、限られた予算の中から自治会役員が割り当てるんだよ。で、その金額に納得いかない場合、予算折衝の場を設けて、部の責任者と僕たちがけんけんごうごう揉み合うわけ。大変なんだよ。柔道部の人とか推しが強いから、僕泣きそうになったことあるもん。残念だな。向いてると思うんだけどな。ユリお姉様、ユウくん、お姉ちゃまにお話があるのです。ここでは、はい、うわあ、生まれて初めて喫茶店というところに入りました。中はこのようになっているのですね。ゆうくん憧れちゃいます。ケーキ頼んでもよいですか？はい、ありがとうございますです、ユリお姉ちゃま。チョコケーキとチーズケーキと紅茶のシフォンとミルクレープとナポレオンパイ、それにミルクたっぷりのティオレをお願いいたしますです。それでお姉ちゃま、実はお父様がゆうくんのこと許してくれたのです。はい、騒動学園を転校しなくてもいいし、将来好きな道に進んでよいとお父様がそう申してくれました。滝村がゆうくんと一緒にお父様に意見を述べてくれたのです。ゆうくんもう嬉しくて、お父様はちょっと悲しそうでしたが、有望な板前さんを今から育てるのも楽しいかもしれないってそうおっしゃってました。よかったです。ゆうくん、これからもユーリお姉ちゃまのおそばにいることができるです。すごくつらかったのです。学校を変われって言われたとき、ユウくんは学校のお友達と離れるよりも、自分の思う通りの未来がないことよりも、お姉ちゃまとならすることの方が、よかったです。ゆうくん、とっても嬉しいです。
い、もちろんです。うわ、キュリお姉ちゃまと一緒に文化祭に行けるなんて夢のようです。はい、アンリ師匠のお料理を初めて食べて感動したのです。今年もアンリ師匠のお料理たくさん食べたいです。ゆうくんもお菓子作っていきます。それでは、ギリお姉ちゃん、今日はお話ししてくれて本当にありがとうございましたです。それでは、ゆうくんはここで失礼いたしますです。さようなら、ギリお姉ちゃん。起きてよ、ゆうちゃん。ねえ、ゆうちゃんってば。ゆうきくんが来てるよ。ゆうちゃんに会いたいってゆうきくんが来てるんだ。玄関の前で待ってるけど。何寝ぼけてるの？今日は文化祭の準備日だから学校に行かなくていいんだよ。そんなことより急いで服に着替えて。ゆうきくん、なんだか泣きそうな顔してたから急いで行ってあげてよ。これ言ってくれたのですが、そのことで滝村は曲がりなりにも主人であるお父様の言うことに逆らったのだから、その責任を取ると、そう言って、ゆうりお姉ちゃま、ゆうくんはどうしたらいいのでしょうか。ゆうくん、もう頼れるのはお姉ちゃましかいないのです。ゆうくんはそばにいてほしいです。
でもゆうりお姉ちゃま、ゆうくん、お姉ちゃまと一緒なら昼頃の電車のチケットを滝村が電話で頼んでいましたです。はい。昼ちょっと過ぎですね。若滝村、今はいです、滝村、行かないで滝村、ゆうくんを置いてかないで。わか、ゆうくん、もっともっと頑張るから。だから滝村、ゆうくんのそばから離れちゃ嫌だもん。ですがわか、私は滝村がどこかに行くなら、ゆうくんだってどっか行く。今までゆうくんのそばにずっといてくれたのに、どうして？ゆうくんは滝村にそばにいてほしいです。わか、滝村はもうゆうくんのことを見捨てちゃうの？滝村はもうゆうくんのことを嫌いになっちゃったの？ゆうくんは滝村のこと、滝村のこと。わか、そこまでこの滝村を。行かないで。はい、この滝村、一生わかにお使い申し上げます。本当？ゆうくんに内緒でどっかに行ったりしない？この命に代えましても。絶対に絶対に絶対にだよ。はい、若のためならこの滝村。この料理とっても美味しいです。さすが、ゆうくんが師匠と認めた人です。ね、そう思いますよね、二人とも。は、まさにその通り。わか、こちらの料理の方がわかのお口に合うかと。わかには栄養のある食事をとっていただくのは、この滝村は命に変えましたヒュー君、すごく嬉しい。ゆりお姉ちゃんと滝村、もう友達になったんだね。ヒュー君、とっても幸せです。ゆりお姉ちゃんも滝村もずっとずっとゆ
ウ君のそばにいてくださいです。はい、ユウ君くじ引きでクマさん当たったです。そんなことないです。ユウ君こう見えても、若のデータはこの滝村だ。断固保守いたします。あのね、ユウくん今度は駄菓子屋さんに行きたいです。駄菓子は保存料、合成着色料などが多数使われているので、あまりおすすめはできませんが。音も使わせています。はーい、すごくすごく楽しかったね。ユリお姉ちゃま、今日はユウくんに付き合ってくれて本当にありがとうございました。ワカ、私は屋敷の方へ先に戻っております。うん、滝村も今日はありがとう。楽しかったでしょ。はい、それでは失礼。お父様の仕事を幼い頃から手伝っていてくれたから、学生らしいことを何一つさせてあげられなかったとお父様がそう申しておりました。ですからユウくん、どうしてもこういう楽しい気分を味わわせてあげたかったのです。それはユリお姉ちゃまと知り合ったから。ユウくん、今までお友達って呼べるような人ができたこと一度もなかったのです。お父様の仕事のことを知って、何かとユウくんに近づいてくる人や逆に離れていく人もたくさんいました。でもこうしてユウくんのことをちゃんと園田の息子だからじゃなくて、人間として付き合ってくれたのはお姉ちゃまが初めてです。優しくしてくれるだけじゃなくて、ユウくんのことを心配してくれて、必要なことは教えてくれて、ユウくん、ユウリお姉ちゃまのおかげで少しだけ大人になれた気がしました。ユウリお姉ちゃまはユウくんにとって滝村よりもアンリ師匠よりも大好きなチョコレートよりも、ユウリお姉ちゃまはお姉ちゃま君にとって何よりも大切な存在です。ユウ君は一生お姉ちゃまのおそばにいたいです。辛い時も困った時も、ユウリお姉ちゃまが大変な時も、ユウ君ずっとずっとそばにいたいです。ユウ君、そのくらいユウリお姉ちゃまのこと、大好きです。
も、もう今日でこっちの校舎には、ゆうくん、もう来ません。ゆうくん、自分が何をしなくちゃいけないのか、どうすることがいいのか、すごく一生懸命考えました。ゆうくんは、すごくすごく頑張って、やっぱり、お父様に後を継ぎますです。その時は、ゆうりお姉ちゃまが、ゆうくんの、ゆうくん、頑張って立派な男の人になりますから、その時はきっとゆりお姉ちゃまをゆうくんのお嫁さんに。お姉ちゃま大好き。
さっき門のところで、あの男の子、ゆうきくんだっけ、を見かけたけど、てっきりゆうちゃんのところに遊びに来たと思ってたのに。まさか喧嘩でもしたの？ゆうちゃんってそういうところ奥手なんだよね。耳どしまで口ではあれこれ言う割に自分のことになると全然ダメなんだから。ゆうきくん、クランチの方に歩いていくのを見たから行ってみてごらんよ。お姉ちゃまのために作ってきたお弁当を師匠に試食してもらってたのです。とっても美味しくできてるってハンリ師匠に初めて褒めていただいちゃいましたです。ゆうくん、毎日毎日頑張ってお料理勉強した甲斐がありました。ゆうりお姉ちゃま、ゆうくんと一緒に食べてくれますですよね。はい。どうかしましたですか、ゆうりお姉ちゃま。授業ですから、ゆうくん、毎日お弁当作ってこうしてゆりお姉ちゃまと一緒にお昼ご飯するです。はい。ゆりお姉ちゃま、今度はゆうくんからです。はい、はーん。